藤丸とは、江戸時代の浮世絵師。北川歌丸の門人と言われている。政府省だが、口述する資料により、内藤とも考えられる。名はこれのり。藤丸、紅れない霞祭、紫園、四方、紫霞祭、薫州、陽さ山、主戦など数多くの画号を持つ。ただし、肉筆美人画の楽観は、大半が藤丸で、 北側の画星が記された作品は報告されていない。武家の出身と言われる。西木絵や半本の挿絵はほとんど見られず、わずかにすり物、花見の踊りのみ確認されている。完成から文世期にかけて、肉筆美人画を描く。現存作品数は50点ほどである。その画風は、詩の歌丸風に追随せずに、独自の雰囲気を醸し出している。 歌丸弟子入り以前は難画を学んでいたと思われ、他にも、久保と清水や歌川豊春との関係や、芸術を愛好した、教科氏らとの交流も指摘されている。文政8年11月間の、上野下の武蔵下佐藤寺書家人名録に、行和が等が、四方号客山主戦道部本城内藤藤丸とあり、文政諸島頃には、本城に来ていたとも推測され、当地で没した。 母所は不明。ありがとうございます。